はい、どうもラウンズでございます。今日は、釣りの動画のちょっとクオリティをね、もうちょっとこう上げたいなって思っててね、というのは、やっぱ一人で行くと撮影って限界があるんですよね。今こうやって、例えば同じようにこう三脚立てても、例えば魚が来たっていう瞬間を撮るのは、どっちにしたって、どうやってもね、誰かいない限りは難しいです。当たり前だけどね、どうにかね、もっとそこの辺を、できないかなと思ってね、いろいろ探してたんですよ。でもね、こういうカメラ、もう今一眼レフで撮ってるけど、こういうカメラを使うにしても、普通のビデオカメラを使うにしても、ずっと回してるか、どうにかしないとね、絶対撮れない竿を曲げてるシーンとかね、なんかねえかなってね、もう結構ね考えてました。でね、唯一この方法かなっていうのでね、カメラをね一緒に買ってしまいました。また痛い出費だね。正直言えば痛い出費、でございます。じゃあね、早速よいしょ、まだ開封しておりません。届いてばっかりですからね、開封しておりませんけど、開封してみますか。普通のビデオカ、一応ビデオ部類としてはビデオカメラの部類に入るけど、見たら、なるほどねっていう人もいるかもしれない。いるかもしれない。開封しましょう。もうごたごた言っても一緒だからね。もう多分ね、釣りでしか使わないんじゃないかなっていうカメラです。はい、おいいね。ちょっとね、価格コムでいろいろ見ながら買いました。おいい、やっぱ出てきた。わあ、梱包がいいね、ここ。なんかね、価格コムの評価がすごい良かったんですよ。おお、下もね、紙が3枚、横と、あと上にも2枚とね、5枚ぐらい入ってて、あとカラーでございます。はい、なんとなく分かるかと思うんですけどね、さらにこんな、静電気防止の袋みたいなのって、意外と評判のいい理由が分かる気がしますね。はい、こちらでございます。ソニーの HDR-AS200VR でございます。ウェアラブルカメラとか、アクションカメラとか、そういう風に言われてるやつだね。こういう風な絵を撮ったりとか、こんな感じのね、絵を撮ったりするようなやつの、カメラと、リモコン付きの方ですね。両方ついてないと俺からしたら意味ないから、意味なくはないけど、理論的には変わんなくなっちゃう。買ってしまったね。It's Sony。キヤノン派だけどね。キヤノン、こういうの確かなかったんじゃないかな。で、これどうやってあげるのかな。ちなみにね、納品書をね、ちょっと住所とか載ってるんで見せられないですけども、株式会社ウインクデジタルっていうのかな、さらに購入して、代金引き換えで、注文しました。で、全部で、36,000円はかかってないです、代金引き換えにして。ということでございます。開封していきますか。いざ使おうとして使い方が分かんなかったあれだからね。とりあえず開封しましょうか。お尻のところから開ける。シリアルナンバー的なあれが入ってますね。これで箱ね、箱はいいんだけど、これね、どうなってるの。下、もう一個下から抜くんだけど、そうそう、これを、はい、全部、この3つ、このね、箱、もう全部下からこう出てくるんだね。先にいいよってね、大丈夫かな。とりあえずこの3つね、3つ、一番入ってたのが、カメラの本体でございます。
ここのなんていうかなんとかケース、なんか防水ケースも入ってる。一応あの外しても防水ケースなんで、あの基本的には問題ただ水にどうかなっていうところがあるよね。そして、リモコンですね。これがねリモコンになります。これが重要だろうね、まあ、釣りだけ多分上に巻かないと思う、うん、なんかねグレザーを持つとね特にだけどあの痙攣するんだ。痙攣したおかしいけど、なんだろうね、腕がこう釣っちゃうんだよね。わかるかな、わかんないよね。だから、ね、多分腕には巻かないと思う。だから多分なんだよ、ベストかなんかにつけてると思う。でけえなこれ。ああ。バリバリなんだ。バリバリね。バリバリ。バリバリバリ。いけない。あもうやっぱね、ちょっと、どうだろう。iPhone6 とかなんかその辺と重さが一緒ぐらいなのかな。なんかちょっとそこまでないかなっていうぐらいの、ちょっとあるぐらいかな。です。で、この箱の中ね。なんだ、多分バッテリーとかじゃないかな。付属品としたらもうそんなもんだよね。はい、はい、まずはね USB のね、マイクロ USB かな、はい、のケーブルでございます。これはなんかの台座かな、台座っぽい。なんか多分さっきの防水ケース外した時の台座なのかな。これはソニーの純正バッテリーNP-BX1 ですね。またなんか台座っぽいやつ。さらになんか台座っぽいやつ。説明書やなんか簡単ガイドもろもろ。で、保証書ね。あのリモコンとカメラの保証書が1個ずつ。ソニーのステッカー2枚ね、これ。2枚でございます。で、まあ以上かな。さあ、使い方がさっぱりわからない。もう俺はちゃんと説明書を見る方だけどね、こういうのは。はい、一応ね、同封品を確かめるところ俺毎回してるんで、ちゃんと入ってるようですね。入ってるようでございます。まず、ちょっとこれで撮影しようかなと思ったら、充電してくださいと書いてるんだけど、ちょっとそもそもどうやったんですか？これ？このね、銀色のネジをね、これを外すっぽいですね。カッターの先端のちょっと硬い部分。これウォータープルーフケースっていうみたいですね。このウォータープルーフケースは買うと1万ぐらいしたんじゃないかな。これはまあ純正で入ってる。ここなんかオープンってあるんで、外れね。何これ。ちょっと待って。ああ、わかった。外し方わかった。このね、オープンっていうところね、これカチカチになるんだけど、ロック外して、ここをね、こっちだね。これこっちやってたね。こっちを外すと、こうやって外れるらしいです。外し方がないが、説明書見たのにどこにも書いてないって。でこれってまだ外れないの、出てこないんだけど、はあ、あれ抜けた抜けた。これで、やっと本体がお目見えしました。いいね、このツアイレンズのツアイが入ってるね。はい、ここでございます。まだね、電池入れますか。これだけでも、本体だけでも一応ね、生活防水かなんかなっているみたいなんで大丈夫らしいです。普通に使う。ちなみにね、下の端子がこんな感じになってるみたいですね。これがね、マイクロ USB と、あとなんか HDMI ミニとか、マイク端子とかあるみたいですね。
マイクロ SD ミニしか入らないんだね、このカードが。やべえな、多分2ギガぐらいしかねえぞこれ。おおおお、なんかボタン押したらなんか動いたの。あ、なんか書いてんな。1000って何、1000。30は 30p かな。あ、1080p か。バッテリー半分ぐらいとか、なんかいろいろ手ぶれ補正とか、多分そういうマークなんだろうね。設定をしたいね。ちょっと設定をします。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。